はい、皆さんボンジョルノ、ブリーダーの中島と、はい、アシスタントのカエルです。よろしくお願いします。お願いします。風出てきたね。風出てきました。ちょっとガサガサ音入るんじゃない、これ。入ってたらごめんなさい。入ったらごめんなさい。春作が真っ盛りだと思います。3月も下旬、4月も上旬になれば、はい、ね、すごい曇天ですが今日ね今日は曇天だけどね、はい、でも本当春めいてきて、うん、桜のつぼみも膨らんできて、はい、そろそろ開花かなって感じですね。ね、梅はもう関東、北関東では咲き誇ってますね。はい、春ですね。春ですね。春ですね。ちょっと一曲歌ってくださいよ。あれですか、なんだっけ、矢野顕子。どんなやつだっけ。春先は、あれ神戸にって言ってるんですか、箱根に。ちょっとよくわからないです。春先は。まあいいや。はい。で、霜の心配もね、だんだん減ってきて、最低気温もう5度時々切るね。うん、昨日は切りました。だ、軽く霜は降るけれども、まあそんなガチガチに霜柱立つことはもう多分あんまりないかなと、うん、まあ、1日あったらどうかなっていうことですね。で、まあ桜の開花が予想されて、まあ、その日を過ぎれば、はい、まあ遅霜の心配、北関東ではほとんどないということで、はい、露地作物をトンネルとかね、はい、そういうカバーとかなしに、はい、うまくしゃべれない保温資材です。保温資材ね、保温、はい、すいません、保温資材なしに植えれるシーズンになってきます。はい、でもこれ急いで植えないと、はい、6月の声を聞いちゃうと梅雨が、梅雨来るし夏来るしということできつくなってくるんで、はい、春はねそこが忙しいよね。忙しいです。いけるってなったらもうすぐやんないと、そう、今週末でいいかとかやってると結局取れないと、はい、暑さで死んじゃうということになります。悲しいことになります。で、まあ皆さん、家庭菜園やられてる方もね、はい、プロの生産者の方も、作付けバンバンやってる、やり始める頃だと思うんですが、はい、まあ我々もね、ラディッキョの定食を、やりましたね、はい、ラディッキョ。はい、もう終わりました。終わりましたね。2月の10日に種まきをして、はい、3月の16日定食ですね、今日ですけど。はい。日にち。これ公開は2週間後ぐらいですかね。わかんないです。3月末ぐらいになるかと思うんですが、はい、まあだから、15、6日の育苗、はい、あ、そうそう、35、6日の育苗ですね。はい。まあ、冬の育苗っていう感じですね。うん。ハウスの中で、トンネルかけて、はい、できるだけ温度確保するようにね、はい、加温はしてないけれどね。はい。あれ、最低気温多分、どうだろうね、5、6度ぐらいか。ですね。まあ、たまに3度ぐらいまで下に下がってる時はあるかもしれない。うん、日中は20度超えてくるぐらいな感じだよね。そうですね。で、うん、これラディッキョですけど、日中もトンネルはかけたままって感じで。うん、で、水しっかりかけながらね。はい。育苗したラディッキョはこうです。だ、春作のラディッキョのコツは、はい、まあ、こうやって赤身のあまり刺してないね、これ少し刺してるけどこれぐらいの程度のベストだよね、うん、はい、で当然だけどこれ今植えました、3月16日植えました、はい、まあ、今日の最低気温の予報は4度だったね、うん、で明日なんかもまあちょっと寒波入って3度4度っていうところまで落ちると、はい、ダメージ受けます、はい、その寒さのね。で今までぬくぬくしたとこでもうふわーって育ってるからこの寒さに当たってね、うんうん、うぎゃってなるんだけど、はい、でもここで植えとかないとダメと、はい、いうことですね。だから植えて今ここに残ってる葉っぱは傷んじゃうよね。傷みますね。だいぶ傷むけど今この芯のところにある葉っぱが、はい、根っこが動くと同時にうわっと吹いてきてなんとかなるというところですね、はい、ここのだからダメージの蓄積をねいかに減らすかっていうのがラディッキョの春作のポイントになります。これでもどの作物もそうだよね。そうですね、できるだけ早く根っこ伸ばしてあげて、そう、地面っていうか畑、うん、畑に食いつかせてね。そう、どうしても春ってさスタートが寒くてお尻が熱いってなるからダメージ受けちゃうんだよね、うんうん、でこの受けちゃう中でうまいことやる。で本来作物って大体秋が得意なものが多いから、うん、スタート暑くて後半寒いはみんななんとなくこう本能で対応できるんだよね、うん、はい、大人になった状態で寒さを迎えられる。だから春はその逆なので、はい、いかにそのどうしても受けちゃうダメージを少なくしていくかっていうのがポイント、うん、で特に育苗のところはできるだけダメージ少ないように持ってってやって、はい、定食の時にダメージ受けるけれどもここもできるだけ防いでやるというのがコツですな、はい、苗植えた後ねしっかり押さえてやるとか、はい、今日これね土乾いてるから、はい、しっかり灌水をしてやるとか、灌水します。そういうのもポイントだし、まあ、長期予報を見ながらあの変な寒波の入らないタイミングで植えてやるといいと思いますね。ですね、はい、だから今ここのタイミング3月下旬のタイミングでお彼岸前後でスタートできるんだけど、ここではキク科とかアブラナ科、うん、OK だよね、うん、あと何ほうれん草なんかも OK だよね、うんうん、いいですね。そういうのも畑にどんどん落としていけるっていうスタートになります、はい、寒さに結構強い作物ね、うん、で開花した後、開花って桜ね、あ、はいはい、桜が開花した後じゃないとダメなのが
ウリか、ウリですね、ズッキーニとかだよね、はい、あの辺は3月下旬に種まきだね、うん、うん、3月下旬ぐらいに種まき、まあこれから種まきをして、うん、1ヶ月ぐらい育苗して1ヶ月40日、あ、ウリ、ウリ、ウリかだと20日とかだよね、ウリ、ものによります、ものによるか、ものによるな、まあ育苗をして、はい、でもう完全に霜の心配のなくなったタイミングで定植という感じ、はい、桜の開花からスタートする作物、そうですね、関東、まあ、一般地と呼ばれるようなところでゴールデンウィークぐらいまで、うん、まあ遅霜と呼ばれるものがたまにあるので、ね、目安としてはゴールデンウィークの後、そうだね、植えるのがおすすめですよね、だけどね、うん、あの桜の開花ってね、毎年ニュースなんかにもなるけど、うん、あれ一つ基準にして、うんうん、寒さに強い作物は桜の開花の時に畑に定植になるんだよね、うん、で寒さに弱い作物、夏しかダメですよみたいな作物に関しては、うんうん、桜の開花で破種っていうふうになるんだね、はい、うん、分かりやすい目安、分かりやすいね、はい、リーダーの中島です、分かりやすいね、そうなの、それだいぶ先人の方が言い、まあね、言い続けてるやつ、あのやっぱ桜の会、俺らもあの野菜の説明さ、うんうん、プロの生産者にするときに、まあ、セロの生産者の方はその辺すごく意識高いので、うん、桜の開花のタイミングでどういう風にこの品種はなるのかっていう説明の仕方するよね、うんうんうん、しますね、うん、収穫は桜の開花までにしてくださいとかね、はい、冬の品種とかで説明するし、よく使えますね、ね、夏用の品種なんかでおったらもう桜の開花から発種ですよ、はい、みたいなね、言います今話をしますよね、桜は積算温度で開花だから、うん、温度のなんだ目安に分かりやすいですよね、そうそうそう、あの何月何日になったら撒いてくださいだとね、年によって違うんだよね、そう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 、桜の開花で合わせてやってもらえると年によって違うのにも対応できるから非常にいいよね、うんうん、で、はい、今日お話ししたいのもう一個ね、はい、あの、まあ、春作の基本的な考え方の話が今の話、はい、でもう一つの話はラディッキョウの春作の作り方なんだけど、これね、はい、ちょっと今までやってないような作り方をしてるんだよね、はい、今まで水が好きだからマルチをしてくださいとか言ってましたね、言ってたね、これはないですね、そうで丁寧に作るなら当然マルチをした方がいいし、はい、あのマルチもね白黒マルチ使ったりとか、うん、あの温めるための銀ネズとかねグリーンマルチ使ったりとかっていうのをやればベストなんだけど、はい、まあそういう風にできる人ばっかりじゃないでしょ、そうですね、まあ、資材代もかかりますし、ね、そう春手間とか、そう面積もねあんまりそんなないんだよね、うんうん、みたいな人もいると思うんで、これねこのやり方ね平床で一畳植えをしてるんだけど、はい、これあのトラクターで耕運しただけです、はい、人が植える時に踏んだので ここ、ね、これ通路を人が踏んで歩いた、はい、溝になってますね、一畳植えでこの植え方ね、はい、すごく簡単、簡単っていうか、まあ、それは簡単だよね、はい、あの畑耕して慣らして植えてるだけだから、はい、これね、まあ、一つおすすめなやり方、はい、家庭菜園とかあの少量多品目やられる方にはおすすめのやり方です、うんうん、で今これラディッキョを、株間25センチぐらい、はい、でちょっと狭いですね、ちょっと狭いけどね、でもこれ1畳だから、はい、ここに苗があるならもう少し株間も広げるんだけど、はい、こういうとこに、ね、苗があるならこれ1畳で横空いてるからね、うん、そうですね、ちょっとこの株と株の間は少し狭めに今回やってみたんだけどね、はい、まあ、でも詰まっちゃうとは思うけど、うん、でこのやり方だと株間さえ変えれば例えばキャベツとか、はい、ブロッコリーとか、うん、まあ、人参だって植えられるし、うんうん、あ、人参も巻き時期だね、もうね。そうですね。うん、人参も植えられるし、何ができる？何でもできるよね。フェンネル、フィノッキオもできるし、うん、ビーツとかだってできるよね。はい。カリーノケールなんかやる場合は、35センチから40センチぐらいにカンマすればいいし、はい。ロマネスコ、カンマ40センチぐらいでこれでやればいいね、はい。全部同じやり方でやれるんだよね。うん。だから少量多品目の人は、このやり方非常におすすめです。はい。で、管理の方法なんだけど、はい。どうしてもほら、草出ちゃうでしょ？はい。ね、草が出ちゃうので、はい。草、を防ぐためと、はい、あと追肥をするためにね、はい、三角法で三角釜でね、はい、引き寄せをやるんだよね、はい、草が出てくるじゃない、はい、そうするとこれ表面を軽くかいて株元にこうやって寄せてやるんだよね、はい、そしたら草の除去もできるし土寄せもできるし、まあ、両側から当然やるんだよ、ね、はい、なんかネギの土、一本ネギの土寄せにちょっと似てますよね、似てるよね、でこの表面の土をこうやって軽く動かしてやっとけば、うん、草って死んじゃうから、はい、根っこ切られちゃいますからね、そう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 、草もね、あの病気とか虫とかと一緒で雑草の種なんてね土の中に無数にあるんだよね、はい、それはそれは無数にありますよ、はい、もう20年ぐらい前の種もあるんじゃない、ありますね、あるよね、はい、条件が揃ったらね発芽してくるわけよ、はい、種ってね、うん、であのこうやって表面を軽く描いてやるので、はい、発芽条件を狂わしてやることができるから、うんうんうん、それだけでね実はすごい効果あるんだよね、土を触るっていうのはとても大事だよね、うん、農業のにおいて、うん、よくできてんだよねその辺ね、うん、すごくね、すごいで
然軽かった。軽いね、本当ね、リアクションがね、すごいんですよ。はい。あとこれ空気も今かき回したことで入ったから、根っこも伸びやすい、空気のあるところに伸びようっつって、うん、粘りも良くなりますよね。よくなるよね。だからあの草と戦うの家庭菜園すごく大変なんだけど、うん、丁寧にやってれば草って本当生えなくなっていくし、うんうんうん、でちょっと生えた古い種が残っててもそれが少し発芽したところで動かせるとは、うん、それは死んじゃうじゃない、うん、でどん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 その土の中に入ってる雑草の種とか減っていって、うん、いじり続けてる畑って雑草生えなくなっていくんだよね、うんうん、ちゃんと管理されてるとこ、うん、やっぱそれ目指したいとこだよね、家庭菜園とか。そうですね、と言ってもね、ちょっと畑見に行ったつでにかき回しとくかみたいな感じで、うん、やっぱ職業柄さ、俺いろんなプロの農家さんとお話しするけど、はい、本当にいいものを作る方、うん、草生えてないよね。ああ、一本も生えてない、はい、で多分もうね、あれ何十年もそれをこう続けてきてるから、うんうん、草の種ってもう よそから飛んできて落ちる種以外ないんだよね、うんうんうん、でそんなんポツポツだから、うんうん、その都度取っちゃうし、うん、一本も生えてないっていう畑の人いるよね、うん、いますね、すごい丁寧だよ ね、 ね、目指したいですよね。目指したいところですね、はい。まあ、ちなみにうちの農場の畑は、まあ、結構草出るけどね、はい、まあ、使わないタイミングもあるからね。そうですね、まあ、そういうのを目指していきたいなというところで、このやり方をやって、まあ、どうだろう、こっからの時期だと2週間に1回ぐらい、はい、こういう中耕作業、はい、まあ、追肥も必要だったらしますしね、うん、追肥してね、こういう作業、土寄せの作業をこうやってやっていけば、はい、あの草もなくなっていくし、きれいに追肥もできると、はい、いうことで、こうおすすめのやり方です。マルチを張ろうとかね、上にトンネルかけようとか難しいから、ちょっと野菜作りめんどくさいなと思ってる方なんかは、はい、もしかしたらこのやり方でね、最初家庭菜園スタートしていただいてもいいかなと思いますね、はい、ちなみにあの私好きなのはこの列の幅ね、うん、80センチです。80センチいいですね。いいよね、80、管理器も入れやすいし、これ俺ぐらいの体のサイズの人間もまあ入ってこう狭いなと思うことないんだよね、うん、これ70だとね、狭いですね、ちょっと狭いんだよね、はい、あのなんていうの、70センチだとこれあのカエル君の体のサイズならいいかもしれないけど、はい、俺の体のサイズだとね、ここの草とか抜いたりこう作業するじゃんか、お尻がね、お尻がね潰しちゃうんだよね、はい、で80だとギリ潰さないかなっていうね、はい、まあ、この80センチっていうのも覚えておいていただければなという、うん、作業しやすいですね、思います、はい、というわけで、はい、今日は春作の基本的な考え方と、はい、まあ、家庭菜園なんかでも使える植え方、はい、まあ、植え方って大したあれじゃないけれども、うん、あのこれ結構おすすめですよっていうやり方を2つを紹介しました、はい、あ、1個忘れてた、忘れてたよ、はい、カエル君、何ですか、あのこれね、植えるの具体的にどうやるの、まっすぐ割ってるでしょ、あ、線を張りましたね、綺麗でしょ、これね、はい、あのおすすめなのはね、はい、いなくなりましたね、はい、ただいま戻ってきました。おすすめなのは、はい、こういうの作って、これ、はい、うねっぱりとかね、はい、何だったかな、忘れちゃいましたね、ホームセンターにも売ってますよ、売ってるよね、売ってるし手作りしてもいいよね、はい、こういうちょっと丈夫な紐をね、はい、巻きつけてナイロン系の、でこれぐーっと引っ張ればまっすぐ直線が取れるし、はい、でここはね、この紐を張って、うん、そこにこれダンポールっていう農業資材ね、はい、トンネル止めたりする、はい、ビヨンビヨンした棒なんだけど、はい、ガラス繊維のね、はい、これにこうやって印をつけて、これ、ね、マジックで書いてるだけなんだけど、うん、で印をつけて、これ12センチ間隔にしてあるんだけど、はい、これをあてがって紐を張ってね、うん、その紐のところにあてがって、この印のところにこうやって植えて、はい、行ってます、株間を、そうだから、こういうさ10センチごとに印つけとくとか15センチごとに印つけとくとか、これはまあ12センチだけど、うん、1個飛ばしにすると20センチの株間取れますよとか、30センチ3個飛ばして30センチ40センチとか、これ作っとくと便利だよね。そうですね。毎回これ使ってるし、ね。2メーター、まあ、180センチぐらいのがあったらもう十分だと思います。紐、うん、に沿ってやればまっすぐいけるので、うん、これなんかは初めてやる人なんか、このセット、はい、楽ですね。いいんじゃないかなと思うよね。うん、で、あとこの三角砲とクワがあれば、はい、はい、なんとか一式揃います。ね、なんとか一式。はい。で、種買ってっていう話ですね。はい、別に春だけじゃなくて、まあ、夏も、うん、まあ、使える道具ですし。そうそう。まあ、こんなところから本当あの猫の額ぐらいのね部屋の狭い庭しかないよっていう方もいらっしゃると思うんだけど、うん、そういうところでもね、こういうの使えば、はい、ちょうどいいんじゃないでしょうかね、まあ、やってもらえればなというふうに思います、はい、ぜひぜひ。というわけで今日は春作の考え方と、はい、まあ、簡単な一番簡単な、はい、栽培方法についてお話をしました、はい、プランターの次のステップアップって感じですか ね、 そうだ ね、 春作最盛期だと思うので、はい、まあ、皆さん今年の春どんな春になるか分かんないですけどね、うん、まあ、楽しい、うん、
野菜作りできたらなと、はい、祈っております。はい、それではまた次回の動画も楽しみにしてください。はい、チャオチャオ。おぐしが乱れてます。